邪魔だ。
よーよー、姉ちゃん一人どうよ。おい、てめえ。お、止まれ。いらっしゃいませ。ありがとう。
いえ。何？おい。ええ。どうしてる？ちょっとお前、おお、よっ、おお、おい、おお、うわっ、あれはちょっとそこな、おお、おお、おい、おお、おお、おお、バカ、消えちまえ、だ。ちょっとそこな、うん、お前今ガンつけたろ。後悔する。うっしゃ、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 Oh!
てください。うるせえ、黙れ。あんまやりすぎると死んじまうぜ。何もしてねえやつは黙ってろ。おお、怖っ。早く謝っとけ。こんな思いしなくてよかったのにな。まあ、せいぜいサンドバッグになっとけ。おお、待てよてめえ。光が欲しくてごめんなさい。俺をちょっと下がら。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
おお。Yeah!
お。いや、ありがとうございます。
ましょう。ちょっと下がら。そずかね欲しさでした。許してください。いらっしゃいませ。
桐生一馬だ。ああ。何頼みます？頼む。はーい。こっちお願い。私ももらっていい？いただきます。キリュウさんってすっごくいい体してますね。何かスポーツとかされてたんですか？いや。あ、そうなんですか。でもいいですよね、筋肉ある人って。なんだ？え？いや、自分ではやりませんけど。ん？それも全然。そうだな。そうなんだ。前はどんなスポーツを見てたんですか？すごい。私にもいろいろ教えてくださいよ。私、そういう男っぽい話題は全然詳しくなくて。実は私、まだキャバのお仕事始めたばっかりで、全然勝手が分かんないんですよ。おお。それはもちろん、可愛い女の子が集まる職場だからですよ。ん？というかですね、私、幼稚園の頃からずっと女子高育ちだったんで、女の子がいない生活って考えられないんです。私が男だったらお客として毎日キャバに通うところですけど、残念ながら女なので。はい、私女の子が好きなんです。右を向いても左を向いても可愛い女の子ばかり。まさにここは天国です。うらやましいでしょ。更衣室だって入りたい放題なんですよ。おお。女同士だから全然問題ないですよ。オールオッケーです。桐生さんも男の人のことが好きになればきっとこの感覚がわかりますよ。何頼みます？頼む。はーい。キャバってお給料いいじゃないですか。可愛い女の子と一緒にいられる上にこんなにもらえるなんて、ほんと天国ですよ。そうなったらピンチです。こんないい職場経験しちゃうと
もう他のバイトには戻れないかも。今のうちにできるだけ稼いでしっかり貯金しとかないとな。やっぱりカメラ買ってる場合じゃないよね。何？今流行ってるんですよ、一眼レフ。写メよりもよっぽど綺麗だし、こだわりがある感じがちょっと大人って感じ。でもなかなかお金がたまらなくて全然買えないんですよね。ん？それが最近金銭感覚が麻痺してきちゃって、ちょっとの距離でもタクシー使っちゃったり、レンタルの延滞料金が気にならなくなったりとか。こんなんじゃいつまで経ってもカメラ買えないよ。深夜に慌てて返却に行くこともなくなりました。どうだ？そっか、キリュウさんいいこと言いますね。それじゃあこれからもお金があるときはじゃんじゃん使っていこうかな。それにお金が苦しくなってきたらきっとキリュウさんが助けてくれるだろうし。おいおい、女の子同士でおしゃべりしてるとご飯屋さんの話題が多いんですよ。おお。で、おすすめされたお店に実際行ってみるとすっごい良くて、それはそれでいいんですけど、たまには。なんだ？そうなのかな。美味しいお店一つ知ってたらそれで十分っていうか、わざわざ他のお店に行く理由がない。だから同じお店にばっかり何度も通っちゃって、いつまで経ってもレパートリーが増えないんですよね。そうだな。いえ、そういう失敗も含めていろんなお店に行ってみようと思うんですよ。どういうところがいいのかな。どうだ？男の人って本当ラーメンが好きですよね。スープの味がなんとか系って言われても何のことかちんぷんかんぷんです。そうだな。あー、それいいかも。店に入るのに勇気がいるってだけで食べたいって思ってる子は結構いるんですよね。本当ですか？実は行ってみたいお店があるんですよ。キリュウさんが一緒なら私も安心して入れます。いや、ありがとうございます。キリュウさん、
客さん、どうです？遊んでいきませんか？いい女の子いますよ。ちょっと遊んでから帰りたいですよね。お客さん、どう？いらっしゃい。してませんけど、ご結婚されてないんで。ああ、そうですか。じゃあ恋人。いや、はい、実はそうなんです。ある日突然、別の子と付き合いたいから別れてほしいって言われて。一度気持ちが離れちゃった人とそれ以上一緒にいても前みたいに仲良くなることは。そうだな。そうですね。なんだか私の方が邪魔者みたいな雰囲気になってて。だっ、そうだったんですけど、この前突然、それが彼女と結婚することにしたから日本を出て海外で暮らしますって。何？いえいえ、日本人ですよ。私も知ってる子でしたし。なんでって、日本じゃ女同士は結婚できないからじゃないですか。言ってませんでしたっけ？もちろん女の子ですよ。ん？え？そんなの考えてもなかったです。いやいやいや、さすがに彼女もそこまで非常識じゃないですよ。桐生さん、どうだ？うーん、おお、それもあるけど、せっかくだから海外旅行行ってみたいなって。趣味だっていう人といろいろ話してたんですけど。なるほど。私それが全然理解できないんですよね。カラオケはみんなで一緒に歌っても。まあ一人ならその人の勝手ですけど、この前お客さんと行ったカラオケでもすっ、なんか私の知らない歌謡曲ばっかり入れてずーっと一人で歌ってる人がいて、合いの手も入れられないからじっと聞くだけで全然盛り上がれなかったの。あんなに辛いカラオケは初めて。
別にそういうのも。そういう押し付けが嫌なんですよね。なんか結局は今の趣味、好きなものだけが好きじゃダメなのかな。私最近アイドルの追っかけをしてるんです。ファンクラブにも入って。違う違う、女の子のアイドル、とっても可愛くて見ていて。大人だって好きですよ。年下の子が頑張ってる姿を見ると応援したくなるんです。それでこの前握手会に行ってきたんですけど、もうね、顔は超ちっちゃいし、でも超スベスベだし、本当に可愛かった。そうそう、ママに見られるだけじゃなくて何でお話しすることもできるんだから。超近くで見つめられてやばかったよ。あれからなるべく手を洗わないようにしてますからね。本当ですか？それじゃあお酒入れてくれたら握手してあげようかな。おいおい、ありがとうございます。キリュウさん。おお。
何なんだ。許して。あ、何？いらっしゃいませ。もし自分が女だったら本当ですか？誰でも一度は考えそうですけどね。じゃあ今考えてみてくださいよ。自分が女だったら何したいですか？
それくらいなら男のままでもできるんじゃないですか。え、桐生さんとっても男らしいからそういうタイプが好みの人にモテそう。おいおい、桐生さん焦ってる。かわいい。ん、それなんですけど、実はあんまり思いつかないんですよね。なんだと？なんていうか、私の憧れって自分が女だからって部分と切り離せない気がするんです。女だから可愛い同性に惹かれるのかもしれなくて、もし自分が男だったらかっこよくてたくましい男性に憧れてるかも。そんなの分かってますよ。私だって相手の迷惑になることはしません。なんだと？そんな簡単に割り切れるくらいなら初めから好きになったりしませんよ。それは異性が相手でも同じだと思います。なるほど。すぐクリスマスか。なんだ。違います、クリスマスなんてカップルの邪魔なだけですから、来なければいいのにって思だからそういうのじゃなくて、私人混みがすっごい苦手なんです。電車も乗らん。クリスマスは街中どこも混みまくりですし、お正月も初詣の人でいっぱいでしょ。この時期はどこにも出歩けないですよ。そうなんですよ、こういう時東京に住んでるのがほんと嫌になります。俺もだ。え、キリュウさんも？意外。そうだな。それってだ、どうだ？沖縄？それってザ観光地って感じのとこじゃないですか。砂浜がある海辺の家とかまったり暮らせていいかもですね。はあ、私前から気になってることがあるんですけど。なんだ。男の人って女の子との記念日を全然大事にしないですよね。完全に忘れちゃってる場合もあるし。そんなの当たり前ですよ。私が言ってるのは付き合って何ヶ月とかデート何回目とかそういう記念日。今度のデートは10回目だからちょっと遠出して素敵な場所に行こうとか、そういうのが足りないんですよね。なるほど。
そこが男の人と女の子の違いですよね。そういう細かい気配りができればモテるのに、なんで気にしないんだろう。だけで気持ちが伝わると思ったら大間違いですよ。女の子は形にこだわるんですから。本当に年中大事に思ってるなら一年中記念日にしちゃえばいいんです。おお。でしょ、私はこの方法で何人もの女の子とあ、それじゃあ今日はキリュウさんが私に会いに来てくれた記念日ですから、豪快にシャンパンでも行っときましょうか。おいおい、いや、ありがとうございます。キリュウさん、いらっしゃいませ。私最近かっこいい女の子に憧れてるんですよ。いいかしら。それもありですけど、生き方とか話を聞いてて、あ、この人かっこいいなって憧れる瞬間ありません？おお。そうですか。私もそういう粋な生き方が似合う女になりたいです。そうですか？じゃあ、私、かっこいいですか？ですよね。かっこいい人は自然体ですもん。意識してる時点でかっこ悪いか。私、男の人からも女の子からもずっと可愛いねしか言われたことなくて。私、可愛い女の子は好きですけど、自分が可愛いって言われても全然嬉しくないんですよ。なるほど。そうなの。でもそれがわからない人もいて、とにかく可愛いって褒めておけばいいみたいな。もし桐生さんが自分のこと可愛いって言われたらどう思います？え？え？ちょ、冗談ですよ。やだ、本気。もう、桐生さんって意外に可愛いところあるんですね。どうだ？
なるほど、そんな風に思えるところが粋ですね。男の人に接してこなかったから、どんなお客さんとお話しするのも新鮮な気がして楽しいんですよね。なるほど。あ、でも一つだけ苦手なことがあるんです。なんだ？それが下ネタなんですけど、どうして男の人って女の子に対して平気でああいう下品なことを言うんですかね。下ネタ自体が嫌なんじゃなくて、なんでそもそもキャバクラに来てまでそんな話をするのかが。それに下ネタを聞かされた女の子の反応を楽しんでるっていうか、セクハラ目当てみたいなところが気持ち悪いんです。それを聞かされる身にもなってくださいよ。こっちのストレスが溜まっちゃいます。っていうか、初対面の女の子に下ネタ言ったらドン引きされるだけってわからないのかな。そうだな。あ、そうそう、最近夜の仕事を始めてから部屋を片付ける時間が全然なくて、それでそう。ちょっと待て。通販の段ボールが開けたまま積み重なってるし、脱いだ服も洗濯機に溜まったまんまだし。暇がないんですよ。家に帰ったら眠気マックスですぐに寝なきゃだし、起きたらすぐ出かける時間でそんな余裕ないし。どうだ？そうなんだ。家事は女がやるものだとか言われたらどうしようかと思っちゃいました。それ助かる。私、物がなかなか捨てられなくて困ってたんですよね。家事ができる男。でも私、可愛いメイドさんがいいんですけど、それに下着まで桐生さんに洗濯してもらうのはちょっと。
や。ありがとうございます。キリュウさん。いらっしゃいませ。どうです？お客さん、どうです？遊んでいきませんか？どうですか？うちで遊んでってください。ねえ、ちょっとお兄さん、どうですか？ねえ、お客さん、よかっ。おお、いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ほほう。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ほほう。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いいな。ありがとう。いら
らっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。Thank you.
ちょっとそこのお前、通行料払ってもらうぞ。やんのか。向かってくぜ。やろうか。Yeah!
お？勘弁してください。大丈夫かな？もうやめて。お願いします。
もちろんね。
返してください。うっ、してくれる？なんだと？やっぱりそういう反応ですよね。キリュウさんがちゃんとした方で安心しました。ん？ごめんなさい。子供が欲しいって言ってるのは私じゃなくて、私の友達なの。実はその子はいわゆる同性愛者で、ちゃんとパートナーもいるんですけど、子供を作ることができないから。それで遺伝子の提供者を募集中ってわけなの。なるほど。気にしないで。そんな簡単に解決する問題じゃないですから。やっぱり難しいですよね。それはそうなんですけど、もう何年も付き合ってる二人。そうですね、外野があれこれ世話を焼くと余計にこじらせそうですし、温かく見守るようにします。ああ。この前仕事上がりにお店の子に誘われて初めてホストに行ってみたんですよ。キャバ嬢でホストに入れ込んでるって子結構多いみたい。それがもう最悪。なんかキャバ嬢みたいなメイクしてカラコンも入れてて超なよなよしてるの。ちょっと待て。ないない、女の子だから可愛いんであって、男が化粧なんかするなって感じ。それ言葉が無理。いくら顔が良くたって
声が低かったり匂いがきつかったりするわけでしょ。そういうところまでごまかしたいんだったらいっそのこと女の子になっちゃえばいいのに。なるほど。ねえ桐生さん、私って。なんだ。最近付き合いで食事することも多いし、お酒もたくさん飲んでるしで、まずいことになってるんじゃないかと。このままだとドレスが着られなくなるかも。キリュウさん、何かいいダイエット知りませんか？そうだな。運動？あー、ダメダメ。私運動はダメなんですよ。どうだ？うわー、せこいですね。ひょっとして桐生さんの筋肉もそうやって鍛え上げたんですか？だとしたらがっかりです。いや、私ね、喘息持ちなんで運動はダメなんです。ほんのちょっ。なるほど。出されたものを残すのはどうにももったいない気がして、ついつい全部食べちゃうんですよね。おいおい、いや、ありがとうございます。キリュウさん。いらっしゃい。なんてことだ。ありがとな。